ということで、亀山城から明智美織ちゃんとお届けしています。こんにちは、明智美織です。亀山城は明智光秀が丹波平定の拠点にするために建てたお城です。今回は本能寺の変の足跡をたどるということですが、本能寺の変のルートには諸説あります。そうなんですよね。ですので今回はその中で登場するいろんな場所に向かおうと思ってます。まずは出発点の亀山城から参りましょう。天下普請というのは江戸幕府が全国の諸大名に命令して行わせた土木工事のことです。本能寺の変から18年後に江戸幕府によって大改修が行われました。 この石垣には17種類55箇所の刻印があるそうです。亀山城も天下普請だったんですね。これはあれですよね、うちの石ですっていうお印ってことですよね。だから諸大名の担当というかね、ここからここまでみたいな。これだからなんか正確に言うと、ここの部分は光秀公の史跡ではない、うん、みんなの史跡みんなの諸大名の天下普請のかつての亀山城も紅葉スポットですね。ねえ、すごい綺麗ですね。光秀公の時代の石垣を見てほしい。そうですね、この先にあるみたいですよ。さあ、見えてきました。この石垣が戦国時代の石垣です。この石垣が光秀さんの建てた当時のものなんですね。先ほどの石垣は天下普請で作られたものなので江戸時代のものになりますね。2つの時代を感じられる貴重な場所ですね。私が159センチなので高さの感じが分かりますかね。銀杏を刺されてますね。すごい綺麗。人越えルートを進みますとこちらの八幡宮に到着しました。こちらは篠村八幡宮です。ここはですね、光秀公が軍議を開き、ここで初めて家臣に本能寺の討ち入りを打ち明けたという説もあります。いわゆる老の坂ルートと言われているルートです。はい、靴掛けにやってきました。これがこういうことかな。兵は織田信長の命令で徳川家康を討ちに行くものとばかり思った。で有名な靴掛けでございます。靴掛けはですね、はい、まあ、光秀公の軍勢がここをまっすぐ進むと京の町へ、こっち側に進むと西国へと、中国地方へということで、当然ここを曲がると思われてたんですが、曲がらないっていうのが分かって、あれなんで都へ行くのかなというふうに当時の下々の者が思ったというちょっと歴史街道ですね。今ではすごい本数のバスがすごい、いらっしゃる際はバスの時間お気をつけください。さあ、というわけで補足に入るんですけれども、本能寺の変で何が起きたかというとですね、資料がいっぱいありすぎてですね、今回、ちょっと抜粋して持ってきました。
6月1日、この日、光秀は夜亀山城にて逆進を企て、明智様之助、明智次右衛門、藤田伝吾、斎藤利光と談合しました。大井の山から左へ下り、桂川を渡っていくと明け方になりました。という資料が残ってます。これはですね、清朝後期に残っている資料でございます。光秀は夜半に亀山を立ち、本能寺へ押し寄せました。光秀の兵は、羽柴秀吉援軍のため、亀山城を出陣したが、途中で京へ行くと命じられました。兵は織田信長の命令で、徳川家康を討ちに行くものとばかり思った。6月2日、明智勢は宇野国、午前6時前後に本能寺を取り囲み、織田信長を討ちました。はい、旧二条城跡に着きました。本能寺の変が起きた後に、この旧二条御所があった場所に息子さんがいらしたんですね。信忠さん。光秀の謀反を知ると本能寺に駆けつけようとしたが、村井定勝より本能寺は落居し、御殿も焼けてしまったので、二条御所は構えがいいので立てこもりましょうと中心がありました。そのため二条御所に陣を構えました。逃げるように中心する家臣もいましたが、織田信忠はこれほどの謀反ではかなうまいと造兵の手にかかる前にと切腹しました。その旧本能寺とこの二条御所があまりにも近かったんで、敵はよく兵を回せたと。ただなんか当時は信忠がいるっていう情報を掴んでなかった。仇を討とうとしたっていうかさ、その決断が良かったかどうかっていうと良くなかったのかもしれないし、分かんないね。生き残れなかったってことですね。そうそう、ね、もう逃げてた方が良かったのかもっていう話もあって。二条御所は実仁親王の屋敷でした。実仁親王は光秀の許可を得て辰野国、午前8時前後に代理へ移りましたっていう資料も残ってます。この実仁親王のお越しを、その代理に動くためのお越しを用意したのは、実は上派らしいんですよね。そうなんだ。なんで上派さんはこの時、二条御所にいらっしゃいました。坂本城は光秀さんの居城です。琵琶湖のほとりに建てられていました。そう、今回ね、とてもタイミングが良くて、あの琵琶湖の水位が減ったことで幻の石垣が見えるということなのでやってきました。琵琶湖のほとりギリギリまで向かってみようと思います。であと光秀さんは実は粟田口で吉田兼見と一回対面してるんです、はい、疑いがいろいろかかってた。で、その後大津に行ってるんで、はいはいはい、こう坂本に入る前に一旦吉田兼見と会ってると。怪しいですね。で、その後瀬田の橋を落として、その瀬田の橋を守っていたところのお城に火をつけて、うん、坂本城に帰陣します。あった。お、ありましたかね。こっち正解ルートだった。これですね。これですね。これです。ちょっと足元大丈夫？大丈夫です、ね。大丈夫ですか？これで来たっていうね。これダメっすね。いやいやいや。足元には皆さんも気をつけていらしてくださいね。文化財には触らないでくださいと、石垣は。これは俗に言う幻の石垣というものなんですけれども。はい。なんで幻と言われてるかというと。うん、はい。本当はこの湖、琵琶湖の水位はもうちょっと高いんですね。で、今雨が少なくて水が少なくなっているので、ここ水位がぐぐっと下がって今だけ見えてる。あの桟橋の、はい、あの汚れてるところまで水があったということで。そうです、このぐらいまではあると。水の中これですけど、はい、まあね、ファンはね、はい、潜って見るらしいですよ。おお、ここ潜れるんですね。それは本当に潜っていいやつですか？これだから、ここにお城があった時は、あれが近江富士だから、
こうね、対岸に安土城が見えて、向こうあたりからおそらく様之助が琵琶湖を渡ったというね、そう、こうあたりをしてたと。一応ね、なんかね、様之助の着眼地っていうのもあるんだよね。ここにおりましたっていう坂本城跡の説明です。はい、そしてこれが大井はにまること光秀さん。どうですかこれ、大魔神みたい。あとね、ちょっと一つだけ言わせてもらうと、甲冑の、はい、あの構造が違うんですよ。袖の部分がね、あれ西洋甲冑の、あの下に行くほど上に重ねてるから、あ袖の部分ね、はいはいはい、甲冑の袖、あとしころ、兜のしころも下に行くほど上に来ないと分かんないね。構造の監修は甘いですね。次建てるときはご相談いただきたいですね。ぜひ。みおりさん、何か感じることありましたか？そうですね、何よりも移動距離の長さに驚きました。まあそうよね、あの戦国時代だって あそこから行軍してその後戦うっていうね、すごいすごい移動距離ですよね。しかもね、こうちゃんと甲冑やりや何やら着てるわけですもんね。まあ一部ね、多分こう運びながら小荷田隊とかに任せて実際あの陣を張る時の前にね、あの来たりとかするっていうことでいろいろあるんでしょうけど、どっちみち大変だよね、運んでる人はね。なんか資料をたどってるだけではわからない何かっていうのを感じられた気がします。そうですね、ぜひまた機会をいただければ、うん、今度山崎の合戦のとことか行きたいですね。なんか近畿ばっかっすね。機内でね、戦ってましたからね。そう、だからそう思うと戦国武将って意外となんかこう地元から出てない人って多いんじゃないかって思うんだよ ね、まあでもこうやってご子孫の方と現地へ向かうっていうのはなんか一つこう感じられるものがまた違うのかなと思って、まあ、非常に面白かったんで、いろんな回を作ってですね、これからもお届けできたらというふうに思います。ということで、今回は明智美織さんと明智光秀公の足跡をたどるということでありがとうございました。ありがとうございました。